ジかよ。昨日午後11時36分ごろ発生した地震では宮城県登米市や福島県相馬市などで震度6強、宮城県石巻市などで震度6弱を観測しました。震源地は福島県沖で、震源の深さは57キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.4 と推定されています。人的被害については、これまでに福島県相馬市で男性1人の死亡が確認されたということです。また JR 東日本によりますと、東北新幹線の東京発仙台行きやまびこ223号が福島駅と白石蔵王駅の間で脱線しました。17両編成の車両で16両が脱線し、現場で立ち往生していますが、乗客75人と乗務員3人に怪我はないということです。東北新幹線は今日、那須塩原と盛岡の間で終日運転を見合わせます。地震の影響で各地で停電も相次ぎ、福島、宮城、岩手の3県では午前5時の時点でも合わせて5万件近くで停電が続いています。東京23区でも震度4を観測し、終電間際の鉄道各線で一時運転を見合わせました。首都圏の JR や私鉄各線の今朝の運行状況ですが、一部の路線を除いて始発からおおむね平常通りに運転されています。東武線各線では通常より速度を落として運転するということです。震源は福島県沖で、震源の深さは57キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.4 と推定されています。石巻港で最大30センチなど、宮城県と福島県の各地で津波が観測されました。津波注意報は午前5時に解除されています。東京電力によりますと、福島第一原発ではこの地震で5号機の使用済み燃料プールの冷却機能が一時停止しました。原因は分かっていません。冷却は午前4時過ぎに再開したということです。これまでのところ、福島第一原発の周辺の放射線量を測るモニタリングポストに数値の上昇など異常はありません。